そんな何か入ってるかわからないものをうちの子に食べさせようとしないで。え、これ市販のものよ。ブラックワールド。こいつさん、ごめんなさい。今日もレトルト食品で済ませてくれない？俺は構わないけど、今日も頭痛がひどいのか？ええ、毎日働いてくれているのにごめんなさい。私の名前はリサ、35歳で同い年の高一さんと4歳の子供の3人暮らし。私は昔から重度の偏頭痛持ちで、肌荒れや産後の肥満などに悩んでいる。偏頭痛がない時は普通に生活できるのだけど、頭が痛くなると歩くことすら億劫で、とてもじゃないけど働けず、高一さんに甘えて専業主婦をさせてもらっている。今日は調子も良さそうだし、夜ご飯は何か美味しいものを作ろう。冷凍食品やレトルトばかりじゃ体に悪いよね。体調も良くなって産後太りも解消できました。オーガニック食品を積極的に取り入れることによって体の調子が良くなった気がします。オーガニックか。たまたまテレビで流れていた情報番組でオーガニック食品のことを話していたのが目に留まり、今までの私はちょっと値が張るオーガニックを敬遠していたが、少し興味が湧いた。オーガニック食品ってモデルの人も多く取り入れてるんだ。なんかかっこいいじゃん。オーガニック食品は有機農業で栽培されたものや、オーガニック認定機関が定めた基準を満たす製品のことを指すらしい。詳しいことはわからないけど、とにかく体に良さそうだし、見よう見まねで始めてみることにした。ビールビールっと。ジュース飲む。あれ、一本もないぞ。ビール切らしてたっけ。リサ、ビールってストックなかったか？ジュースもない。ビールもジュースも捨てたよ。なんでそんなことしたんだ。もったいない。だってオーガニックじゃないんだもん。そんなに喉が渇いたなら、私が特製ジュースを作ってあげる。リサ、その野菜がたくさん入った段ボールは何？これ、全部オーガニックの野菜だよ。スーパーじゃ取り扱ってるところ少なかったから、通販で購入したの。お菓子もなくなってる。お菓子ももちろん捨てたよ。あんなに食品添加物が入ってるもの食べたら体に毒だから。そんなに食べたいなら、ママがお野菜で何か作ってあげる。今まで冷凍食品に頼ることが多かったけど、手作りしたお弁当の方が美味しそうに見えるわね。高一さんや子供の幼稚園のお弁当も冷凍食品を一切使わず、全て手作りにした。オーガニック食品を使うようになってから、肌荒れも産後太りも改善傾向にある。偏頭痛も心なしか減ってきているような気もする。今日の夜ご飯何にしようか。美味しいのが食べたい。何作ろうかな。あ、リサちゃん久しぶり。久しぶり。歩きでお迎えなんて、最近体の調子はいいの？もうすっかりね。オーガニック食品取り入れたら良くなったの。ちょっと、お家に帰るまで食べちゃダメって言ったでしょ。ママ、あのお菓子食べたい。そうだよね、ごめんね。よかったら一つ食べる？ほら、お友達にあげて。そんな何か入ってるかわからないものをうちの子に食べさせようとしないで。え、これ市販のものよ。うちの子はオーガニックのもの以外食べないから。そうなの？ごめんなさい、何も知らなくて。っていうか、子供にそんなもの食べさせてるなんて信じられない。それって虐待じゃないかしら。一応私も考えた上で子供の食べたいものは与えてるんだけど。私だったら子供の健康が心配だから絶対食べさせないけど。私の周りにはまだまだオーガニックの知識が乏しい人が多いようだった。オーガニックじゃないものは体に毒なの。オーガニックのものを食べていれば食べ物のアレルギーなんて治るのよ。そうなの？知らなかった。オーガニックのことなら何でも知ってるから、困ったら私に聞いて。お野菜の皮ってどうしてる？柔らかいものは食べてるけど、人参や大根なんかは剥いて捨ててるわよ。あ、もったいない。そこに栄養がたくさん入ってるのに。そうなの？ほんと、みんな何も知らないのよね。ごちそうさま。
ちょっとご飯が残ってるじゃない。お腹いっぱいだからいらない。本当にお腹いっぱいなの？うん、いつもと同じ量なのに変ね。まあまあそんな日もあるさ。俺もごちそうさま。高一さん何か知ってるわね。いや俺は何も知らないけど。これお菓子のゴミじゃない。私に隠れてこんなもの食べてたわけ。仕方ないだろう。俺はお菓子やファストフードのジャンキーなものが好きなんだから。それは知ってるけど体に悪いからやめてって言ってたでしょ。まさかこんなもの子供に食べさせたわけじゃないわよね。隠れて食べてたんだけど見つかっちゃって、あげないわけにもいかないだろう。だから仕方なく。仕方ない仕方ないって、私がどんな思いでオーガニックの食品を選んでると思ってるの。家族のみんなが健康に生きていくために頑張ってるのよ。それを光一さんは踏みにじってる。そんなに怒るなよ。悪かった、次からは気をつけるから。気をつける？今すぐストックしてあるもの全部捨てて。こういう余計なものを買うためにお小遣いを渡してるんじゃないの。来月から減額するから。減額って俺が稼いできたお金だろう。なんで一方的に減らされないといけないんだ。オーガニックは高いのよ。今までの生活費じゃ全然足りないの。じゃあオーガニックなんてやめろ。今足りないなら子供が大きくなってもっと食費がかかるようになったらもっと足りなくなるだろう。オーガニック食品にするようになって肌の調子もいいし産後太りも解消されたの。今さらやめるなんて無理。ほら見ろ、家族の健康のためとか言っておきながら結局は自分のためじゃないか。違うわ。いや違わないね。リサは好きなものを食べて健康になってるかもしれないけど、俺は好きなものを我慢しなくちゃいけないストレスで心が不健康になっていく。このままじゃ俺はダメになる。このままオーガニックを続けるなら離婚だからな。いいわよ、離婚しましょう。この言い合いがきっかけでそれから長い間ギクシャクした関係が続き、結局私たちは離婚することになった。仕事をしていなかった私に経済力がないのと、オーガニック食品を使い続けては十分な生活費を確保することも難しく、子供に制限された生活を送らないといけなくなるのはかわいそうだと、親権は光一さんに取られてしまった。私の経済力でも十分な暮らしができることを証明できた時に、もう一度親権については話し合うことを前提に離婚が成立した。私は急いで仕事を探したが、35歳を過ぎ社会人経験も少なかった私を正社員で採用してくれる企業はなかなか見つからず、当面の生活費を確保するために近所のスーパーでパートを始めた。これも半額か。お財布ピンチだし今日の夜ご飯はこれにしようかな。ってダメダメ、こんな健康に悪そうなもの食べてられない。オーガニック食品を買って帰らないと。安くなってるオーガニック食品どれかな。ちょっとあそこにいるのってオーガニックのリサさんよね。私のこと話してる？割引商品を探してるなんて思われたら恥ずかしいし、通常価格のものを見てるふりしないと。会うたびにオーガニックオーガニックってうるさいのよね。無駄な買い物させられるかもしれないから目を合わせないように避けていきましょう。私避けられてる？っていうか嫌われてる？なんで？私への周りの評価を知ってしまい、この場から逃げるように立ち去るしかなかった。どこのスーパーに行ってもオーガニックを探しちゃうし、そんな姿を誰かが笑ってるんだと思うとどこでも買い物ができなくなってしまった。お腹は空いてるから何か食べようと思って久しぶりにこんなところに来てしまった。このメニューの中で無添加のものってどれだろう。食べても安全そうなもの、サラダも農薬まみれの野菜だったら嫌だし。見て、ご飯の上に旗が乗ってる。すごいね。もう食べていい？いいわよ。いただきます。あんなケチャップまみれのご飯を食べさせるなんて信じられない。そのハンバーグ本当に安全？付け合わせのポテトは？そんな炭酸飲料なんて飲んじゃダメよ。おいしい？おいしい。私は光一さんと子供と3人であんな風に笑って暮らしたかったから健康にいい食べ物を選んでいたのに、私が頑張れば頑張るほど近所の人は私を遠ざけて、私の家族で辛い家を出て行ってしまった。私は何のために頑張ってきたの。
ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。